チャラチャ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 、ララ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 ラ。今ね、ケーナで雪の花をまだしてないよ。練習しようかなって思ってるとこですよ。まだなんだろう、本当に冬の一番の極寒の厳しさには突入してないんですけど、それがね、1月後半か2月の上旬ぐらいがね、福井はそうなんですよね。その時にやっぱこう雪の中で雪の花をこう自己陶酔しながらね、吹きたいなと思ってね。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はですね、ラジコンに、もう関係あると言ってもいいでしょうね。モバイルバッテリーの、ちょっとすごいの見つけちゃったんで、私ね、やっぱ YouTube をやってるっていうのもあるんだけど、モバイルバッテリー。今、私のね、YouTube をご覧になっていただいてる、年齢層高いとはゆえですね、やっぱりこう、スマホなんかをね、持ってたりとか、あとはタブレットを持ってたりとかって、ざっとなんとなくですけど、モバイルバッテリー半数以上の方持ってるんじゃないですか。私はね、モバイルバッテリーね、6つ持ってます。6つ。これはやっぱりね、やっぱいるんですよ。やっぱ撮影なんかね、外出るときとかって、やっぱりこうコンセントある、あるって分かってても、やっぱりモバイルバッテリーの方が良かったりとか、バッテリーが切れたらどうしようもないっていう状況とかね、あと出張なんかでこう行ったりとかっていう時も、やっぱモバイルバッテリーがあるとめちゃめちゃ安心ですよね。で、私ね、嫌いじゃないから、すごいの見つけちゃったんですよ、マジで。マジでっていうのを見つけてしまって、ついに来たなと。先にちょっとお見せしましょうか。先にお見せしますわ。これこちらなんですけど、これモバイルバッテリーです。容量が 26,800mAh です。 26,800 ですよ。で、これ今箱なんです。開けますよ。で、実はこれもうね、開封はしてあるんです。今日ね、ちょっと紹介させていただきたくて、充電をする必要があったんでね、事前にね、開けたんですけど、本当はちょっと包装もちゃんとしてあるんですが、これです、これです。これ 26,800mAh。 これ、ね、大きさどのくらいかっていうと、ラジコンやってる方に分かりやすいように、これか、これ 4000mAh の横もさんのリポですね。これ、単純なこと、単純にいくと、これ質量でいうと3つ分ぐらいじゃないかなと思う。これよりもちょっと薄いし、3つ分ぐらいですよね、質量でいうとね。1、2、あと3みたいな、大きさ的にこのくらいで、ちょっと確かに重い、こっち重量わかんないけど、普段ね、重いラジコンの機材を持ち歩いてる方からすれば、差したるものではないですね。やっぱね、このモバイルバッテリー買うのに、やっぱりね、注意点はいるんですよ。私ほとんどね、もうアマゾンで買うんですけど、どうしてもね、粗悪品がかなり混じってます。で、有名なのだと、もう認知度とかね、信頼性で有名なのが、もうアンカーとか、あとラブパワーってあると思うんですけど、あの辺も私ね、出始めた頃ってなんだかまた変なの出てきたなぐらいで思ってたんですけど、今となってはもう信頼性の高いブランドとして認知されてますよね。で、ラジコンに使われてるリチウム関係のバッテリーとか、パソコンとかこういうのに入ってるバッテリーって、もう全てって言っちゃっていいのかな、でもほとんどもう全部中国製なんですよね。そうなんですよ。だから私たちの身の回りで、やってる電池って、もうほぼリチウムはもう中国製なんですよ、実はね。だから、ただ本当に粗悪なものもあるのも事実なんですね。で、私ぐらいのヘビアマゾニストになると、だいたいレビューとか見てると分かるんですよ。あと極端に値段安いやつも、まず大体粗悪品のことが多いです。絶対とは言わないですけどね。あと高評価のレビューしかないのも、桜でですね、多いんですけど、これね、まずこれちょっと話あっちこっち言って申し訳ないですけど、これ何がすごいかビビりますよ。これ出力100ワット出ます。100ワットですよ。これがね、ブランドが、私ちょっと聞いたことなかったんですけど、超、これ CHO
超テックというところですね。でこれ私またなんかちょっと 100W だし、これ粗悪品の怪しいやつだなと思ったんですけど、ちょっとこのブランドのメーカーのこととか、あとレビューとか、まあ、レビューもだいぶ私洗顔があるんです。結構これ桜だなって、これは本当だなっていう洗顔、私のなりの洗顔ではあるんですけど、まあ、まず間違いないなっていうのを感じました。で、うん、値段もそんなバカみたいに安いわけじゃなくて、逆に信頼のおける価格ですよね。これ今ね、アマゾンで、7000いくらの、5% だか 10% オフクーポンみたいな、やってて、それで送ってもらったんで、まあ、実質6000いくらぐらいでね、買ったんですけど、まあ、にしても安いですよね。安いんですよ。26,800mAh で。でも、安いだけじゃなくて、私注目したのは、この100ワットですよ。まあ、ぶっちゃけですよ。ちょっと信用は、してなかったんだけど、アンカーとかでも最大がね、50ワット、60ワットのやつだったんですけど、100ワットってちょっとなと思って、でそこでピンとひらめいたのが、これなんですよ。これ、最大60ワット出力があるんですよね。だからこれで6アンペアで給電して、6アンペアで充電できれば本物だなとね、思うでしょ。で仮に100ワット出力満たなくても、現実的に100ワット使える以上使う家電製品ってもう知れたもんですよ。で私の一番の目的である、この遠征の時とか出張の時とかに、とにかく容量を安心して使いたい。で、私 YouTube やってるからなおさら、そのカメラとかが電気がなくなったって時にちゃんと給電できたいっていうのもあるので、大きいね、私2万のやつとかも1個持ってたんですけど、それちょっと別の用途でいつも使ってて、持ち運びしたくないんで、探ってたら出てきたのはこの100ワットで、これ、まあ、当然これで充電できればもうね、まあ、そもそもが充電できないにしてもすごいんだけど、これ充電できたらもうすごくないですかこのロマンの充電器ね、このカードサイズの充電器が身近に使いやすくなるということですよ、ね、でこれ付属品がですね、これ本体とあと USB の C2C ですね。確かね、保証もこれね18ヶ月、これ確かね18ヶ月保証になってるんですよ。で私 Amazon 製品いつもそうなんだけど、モバイルバッテリーはどうしてもね、ちゃんとしたものでもたまに当たり外れもあったりするし、粗悪だって感じたら私すぐ返品しちゃうんで、まあ、それもあって実はね安心して買ったりしてるんですよねはい。じゃあこれね、肝心の充電ね、実はもうね試したんですけど、もう我慢できなくて、本当はね YouTuber にやりたかったんだけど我慢できなくて試しちゃったんですよ。で、まあ、これにねコネクターをまたここからこれですね、これをこれ充電スタンバイにしまして、それでバッテリーはじゃあ今出してきたこのリポバッテリー充電しようかな、ね、いきますよ。もうね結果分かっちゃってるんで見ててもあれかもしれないんで、ちょっとサクサクっといきますが、ね、もちろんほら綺麗に液晶できて、モニター入りましたね。でこの状態でこれをつなぎます。で私ね本当にこれ、私なんか電流計とか、なんか電圧計みたいなものなんか測り方もあんま、そこはそこまでマニアックじゃないと分かんないんですけど、だいたい何アンペア充電すればだいたいどのくらいで終わるっていうのは分かりますよね。だから時間計算したら間違いなく6アンペアの出力出ていました。6アンペアの出力が出ていないとこう終わらないような時間で終わったので、6アンペアの出力出てると思います。で今リポにして6アンペアにしました。いいですか、スタートしますよ。ピッ、ほらほらしてるでしょ、してるでしょ。だってこう分かんないかもしれないけど、まあバッテリーもこれ 4000mAh、 当然ロスはあると思うんですけど、まあ、4000mAh のバッテリーってまあ割とリポカットある時ってまだ意外に1000ぐらい残ってたりするんですよね。これ3000って考えても、まあ、ロスはあったとしても、例えばタミヤのリフェですね、あこれじゃ止めてタミヤのリフェ充電しようか。もうみるみる上がってますよ、インジケーターで。ストップしますよ、一回ストップ。じゃあこのリフェね、タミヤのリフェ充電したいですよね、やっぱりね、うん、このバッテリーを、あとタミヤの変換コードですね、 A123
変換コードをつけて、今リポモードなんでリフェモードにします。あ、こうだ、いいですか、リフェの6アンペアにしました。これね、これね、1600のアンペアなんで、まあ、2200とこれ実は多分中身一緒なんですけど、容量少ないと1600って言ってるだけじゃないかなと私は思ってるんですが、仮にこれタミヤの2200が、まあ、空の状態になっちゃって2000ぐらいね充電するとしたら、まあ、ロスはありますけど10本ぐらい充電できるってことですよね。これ1個あればタミグラ1日余裕で賄えるということですよ。すごくないですか。でこれね、本格的になっていっていい充電器とかね、なったらなったで、これでもね、こういう気軽な充電器ってすごくあるといいんですよ。これベテランさんなら分かっていただけると思うんですけど、ちょっとしたものね充電したり、ちょっと気楽に充電するものってやっぱあると便利なんですね。そういった風にはなるのでね、じゃあスタートしますよ。スタート、えい、ほらしてます。これもう充電結構入っちゃってるんだな。インジケーターどんどん上がりますよね。リフェの6アンペアで今ちゃんと充電しています。すごくないですかこれ。で私これ1本、これに、ね、一応ねインジケーターあるんですよね、この本体にも。でこれがタミヤのこの2200、じゃあ昨日ね 4000mAh のリポ、まあ、の残が多分ね3000ぐらい多分充電したんじゃないかなと思うんですけど、アバウトでごめんなさい。でも1本充電してもこれこの満タンから減りませんでした。すごいでしょ。ただねこれね、ちょっと一つね、私がこれだったらよかったのになっていうのがあって、これ一回止めますね。ね、後ろに私の今ね充電器あるじゃないですか、ここに。これを給電できたらやべえなと思ったんですよ。で実はそのために作ったんですよ、コネクターを。こうやってね、もうあれ給電できたらもうやばくないと思って、ここはね多分能力は十分あるんだけど、ここのねインと、この USB-C のとこがインプットとアウトプットがね多分自動切り替えみたいになってて、なんかねそれの作用とかで反応しないんですよ。これできたらマジでもうこれでいいんじゃないってなったんですけど、それがちょっとがっかりかな。まあただね、私の場合目的としては、まあこのロマン充電器を使えるようなワット数の高いものとか、あと私自身のね仕事とか趣味とかでね、 MacBook とか iPad とか YouTube 撮影なんかで安心して使えたりっていうものが目的だったんですけども、それができたら本当最高でしたね。でね、この大きいのなんだ災害用電源っていうんですか、あれもで本当出てこない、まあ、大きいバッテリーありますよね。で、まあ、あれちょっと大げさだし、ちょっと持ち歩くこぶのはあれだし、さすがにあれはカバンには入れれないんですけど、これはカバンに入れれますからね。まあこれにね給電する方法はいくつかあると思うんですけど、ついにこのサイズで 100W というありえないモバイルバッテリーを手に入れることによって、ミニマムなラジコンライフを実現するに至りました。すごくないですか。まあそんなわけでね、これちょっとね私の概要欄にも貼っておきますけども、この超テックっていうところですね、まあ不安だったらちょっといろいろ調べていただいて、もしよかったらね買っていただくと、きっと大きめのモバイルバッテリー欲しかった方だとご満足いただけると思います。回し物みたいな言い方してるけどね、いやだって 100W ですよ、 100W ですよ。すごくないですか。まあそんなわけで今日はこのロマンあふれる、この超小型充電器を有効活用する、あと日常生活ですね、現代人にマッチしたこの 100W 出力の超テックのモバイルバッテリーご紹介いたしました。なんかちょっと YouTuber っぽいですね。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録の方ぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。